皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、卵焼きを作りたいと思います。さっき携帯でレシピを調べました。私はいつも料理音痴すぎて笑えるしか言われたことありません。なので今日は見返したいと思います。すいません、この角度から私の腰痛の薬が丸見えですね。まあそんなことは気にせず、それでは早速やっていきます。はい、材料が卵2個って書いてあったんですけど、卵私好きなんで4個で、オリーブオイルが小さじ1、醤油小さじ2、塩コショウ少々、マヨネーズが大さじ1って書いてあったんで、全部この倍をやればいいのか。まあいいや、やっていきます。はい、まずは卵を割ります。卵ぐらい割れるんですよ。ゆで卵は剥けないけど。じゃあ卵を溶き、あ、逆やった。慌てすぎ。卵を溶きほぐします。はい、次に塩コショウ醤油マヨネーズを入れて溶きほぐす。塩コショウを少々、あ、入れすぎた、少々と、マヨネーズが確か大さじ1杯だったから、2杯ぐらい結構入れていいのかな。え、結構こんなに入れていいと、もうちょっと入れよう、こんぐらい入れます。1回、てかこれ大さじのスプーンじゃないんですけどね、2回。で、醤油が何杯だったっけ、小さじ2だ、ないから目分量で目分量でちょっとだけ小さじ2。絶対マヨネーズ入れすぎな気がするんですけど、はい、あとは普通の卵焼きを作る要領で完成みたいです。じゃあ卵焼き焼いていきます。じゃあ入れます。あ、最初確認するの忘れた。あ、マヨネーズまだ混ざりきってなかったですね。ああ、ちょっと火弱いんかな。いや、ちょうどいいか。あ、いい感じ。あ、まだ早かったちょっとね、次はああならないように頑張ります。すいません、私前回の動画からタイ語を話すっていうチャレンジをしてたんですけど、もう忘れてました。ここで挨拶、サワディーカー、ヤカバン、ヤカバンチャンルイ。はい、こういう膨らんでるのは潰した方がいいんですよね、知らんけど、うん、え、もういいのかな、まだ早い、あ、ちょっとまだ早そうやな。あ、ちょっと今度はちゃんと待ってからひっくり返します。こんな感じで撮影できるんですね。てか、なんか湯気が出てる、やばい、ちょっと怖い。一回保温にして。はい、完成しました。見た目は悪いですけど、きっと味は美味しいことでしょう。皆さんもよかったら作ってみてください。ごっぷんか、バイバイ。